を迎えます、はい、磯かなえの夢を叶えたい進行を務めさせていただきます。超アルファカ TV の内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回の企画の主役、最近気になっている選手は阿部寛選手だそうです。そうなんです。 NMB48 の磯かなえさんです。はい、磯かなえさんです。この企画はですね、はい、磯かなえさんにボールともっと長くなっていただきたいということで、さまざまなサッカーの技に、チャレンジしていただくというチャレンジ企画になっております。はい、ということで、はい、前回は座ったままやりましたね。スイングリフティングというちょっと毛色の変わった、はい、今までやったことなかった技を、はい、挑戦していただきました、はい、どうでしたか。いや、難しかったですね、やっぱり。でもちょっと成功したのが嬉しかったので、ちょっともっともっと練習したらということで、それに引き続きまして、はい、今回は第3回で1回チャレンジして、はい、惜しくも失敗に終わってしまったアラウンド・ザ・ワールド、やりましたね、はい、あれに今回はリベンジしていただきますので、はいはい、第4回、第5回でアラウンド・ザ・ワールドに使える、はい、基礎段階をやったので、はい、それを活かしてやりたいなと思います、はいはい、それに加えて3回目に進化したので、はい、悔しかったです。本当に悔しかったので、ちょっと個人練習、はい、あ、しました。個人練習も自分なりにですけど、はい、やったんですが、ちょっと広いかなと思います、はい、チャレンジしていただけますか。はい、また今回もちょっと、そうなんですよ、まあまあまあ自分流でちょっとアラウンドワールド練習してきたんですけど、これ合ってるのかなっていう不安と、あれもうちょっとなんかすごくできないかなっていう不安もあるので、はい、ちょっとね、ある方をお呼び、はい、今回も、はい、呼びたいと思います。アルティスティアのリュウさんでーす。おー、こんにちは先生。おー、すごいすごいすごい。あ、すごいすごい。今のじゃないですか。すごい。何すごい。いろんな技入ってましたし、私が今日挑戦するあれも入ってましたね。入ってましたね、はい、すごいですね、毎回別の大技を、はい、どうも、こんにちは、アルティスティアのリュウです。どうも、日本フリースタイルフットボール協会からやってまいりました。今日も磯さんの成功に向けて全力でサポートしてますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この企画でもおなじみ、おなじみになりました先生ですね、はい、また心強いですけど、ね、心強いですよ。まだ第4号と時にも徐々に伝えてもらって、教えてもらったのがあるので、それも応用に生かして頑張ります。わかりやすいです。そうです。私がすぐできちゃう。それも先生のために、はい、アラウンド・ザ・ワールドに挑戦していただくんですが、はい、じゃあ磯さん、はい、前回失敗した点もありつつ、はい、あ、今回ちょっと練習もしてきたということで、どのくらいできるか、そうですね、今の先生を、はい、させていただきたいと思います。はい、お願いします。ああ、ちょっともう一回。このタイミングが分かんないですよね、回す時の。いつ始めた、そうなんです、いつ回していいか分かんない。そこら辺、おお、あー、惜しい。お、今どうですか。どうですか。回ってました。回ってました。でもなんかちょっと練習期間をもらったので回るようにはなったんですけど、そのさっきもちょんちょんしてからのいつ回すかもわからないし、回した後にリフティングができないっていうのがちょっとまだ難関というか、まだできてないので、そこをちょっと今日、はい、常に上を向いてます。はい、常に上を向いてます。もすぐ上。なのでそこはちょっと教えて。では今のところも先生に今回は教えていただきつつ、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、でですね、課題の方が、まあ、今ちょっと出ましたけど、はい、アラウンド・ザ・ワールドしてからリフティング5回、あ、5回、難易度が上がりましたね、はい、アラウンド・ザ・ワールドだけじゃなくて、はい、その次の技に次のつなげていただく、あー、確かにこれ単体じゃなく次の技にもつなげるためにリフティングができるようになるんですね。はい、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 頑張ります。ではまた練習タイム20分ありますので、はい、今気になったこととかもいろいろ聞いていただいて、はい、頑張っていただきます。
では練習タイム、せーの、スタート。おそろった。さあ、行くぞ。わからないのは、リフティングをちょんちょんリフティングが分かったんですけど、そこで回すタイミングが分からなくて、ちなみに今どのタイミングでやってるの？いけそうっていう時でした。でもそのなんかいけそうって時もちょっと自分でよく分かんなくて、いけそうって思ったらそれはそれで正解なので、あ、よかった。もう全然、じゃあどうしましょう。最初基本から、じゃあ1から、はい、あ、お願いします。はい、まずなんですけど、はい、ボールなしで、ボールなし、はい、はい、どっちが回しやすいか、あ、確かに、ちょっとチェックをして、これアランドザワールドっていうのは内回し、インアランドザワールドと外回し、外アウトアランドザワールドがあるので、これ得意な僕が人によってちょっと違うので、はい、これをまずどっちが回しやすいか、はい、はい、ちょっと素振りで、素振りで分かる、素振りで、はい、わかりました今ので。どっちでした？あ、どっちが？私が。そうです。あ、こっちですね。こっち。こっち。インですか？インの方が。はい。じゃあ今日はインをのアランドザワールドの完成度をちょっと高めて、はい、できたいと思います。はい。最初もう結構できてたんで。嬉しい。はい。じゃあ一回やってもらっていいですか？はい。でも一回ちょっと先生のお手本を見てもいいですか？インの。じゃあ。蹴りながら
回す。こすり上げる。こすり上げる。簡単。もうちょっと作ってほしい。はい。じゃあちょっと失礼します。はい、お願いします。蹴ってから回すと、この分タイムロスが出てしまうので、はい、蹴りながら回す。わー、こすり上げて。こすり上げてる時にも、じゃあ、こすり上げてる時に、はい、ボールも上にあるし、足も上にある。そうですね、この時力を入れすぎちゃうと一緒にまたぎ足にくっついてきてしまうので、なるべく力をそのまま入れなくて大丈夫です。はい、はい、やってみます。はい、いいです。ああこの後が難しい。蹴りすぎてるので、あ、もう回すときに、そうですね、あの蹴りやすい位置まで回しきれてないっていうのがまず課題になる。なのでちょっと中心から少しずらして始めるっていうのがまず一つ目なので、はい、ちょっと次はこれを意識してやってみます。このタイミングが、タイミングが分かる自分のどうですか。なんか難しいですね。難しいです。横を蹴るから、あいい感じ、いい感じ。じゃあちょっと次は、はい、軸足の使い方をやりたいと思います。蹴り足は今の位置をなるべく狙うようにしてチャレンジしてもらって、軸足の動かし方なんですけど、はい、伸ばし切った状態で回すとその後の拾いが難しくなってしまうので、はい、入りの時は軸足は沈みます。で、足の上げと同時に軸足を伸ばして軸足、はい、もう一回いいですか。そういうだけで、まず入りは軸足がしっかり沈ませて、そうすると軸足の分だけ回しやすくなるので、はい、沈ませて、ここで伸ばしてる。そうですね、難しい。最初は回しかけて、ボールが始まる、回すときに始める、はい、ボールが、ボールの位置ですね、はい、右足、はい、中心位置から右足のこの範囲、あ、真ん中じゃなくて、はい、そうですね、中から始められる。はい、外行き過ぎちゃうと回すときに軸足も引っ張ってもらってくるので、はい、なるべくこの位置、この範囲内で始めれるように。はい、はい、ということで20分の練習タイム
ちゃってきますよね。はい、どうですか、なんか独学で、はい、練習してこられたのと今回リュウ先生に教えてもらった、そうなんですね、なんか違いとか分かったことありました、やっぱりなんか足の回す高橋さんの位置とか、はい、なんかそういうの教えてもらったんで、とかなんかこの範囲でやるとか、あ、はいはい、教えてもらったり、そのアラムダーブを回した後のボールのタッチ、はい、そこ大事なんですね、はい、そこが大事なので、リュウさんもどうですか、そうですね、自主練してきた範囲あってか、やっぱ回す速度が全然速いので、はい、おかっこよかった、そうですね、もう練習の時に2回できましたね、はい、本番で、そうなんですか、はい、はい、めちゃめちゃ綺麗に成功したから、はい、そうだね、はい、頑張ってください、ぜひ頑張って本番で出してみたいですね、はい、頑張ります、コミはどうでしょうか、1回目のチャレンジ、そうですね、ちょっと前回失敗しているので、ここで一発でこの3分以内で決めたいなと、バシッと、はい、思います、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、ということで、はい、最後のリベンジになりますけども、はい、チャレンジタイム、はい、はい、1回目、はい、いよいよですね、はい、では、はい、行きましょう、はい、よーい、スタート、さあ、行くぞ、リフティング教室、リフティングクリニック、リフティング技だったりを日本フリースタイルフットボール協会が主催するフリスタスクールで僕らアルティステアがコーチとして教えているので、もし磯さんのチャレンジを見てやってみたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ日本フリースタイルフットボール協会検索してみてください。そして、僕らアルティステア、フリースタイルフットボールチームアルティステアの YouTube チャンネル、僕らで解説してますので、もし足技今日見てやってみたいなみたいな方がいましたら、そちらのチャンネルもチェックしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ここで磯ちゃんからのお知らせです。この度アイナック神戸レオネッサの応援大使に就任することになりました。そしてアイナック神戸レオネッサのラジオ番組ラジオ関西さんで放送されているカンピオーネレオネッサのパーソナリティも務めることになりました。こうして応援大使になってアイナック神戸のラジオ番組をやらせていただくこと本当に嬉しく思います。ラジオはラジオ関西さんの方で毎週月曜日18時半から生放送でお送りしていますので、皆さんぜひ聞いてください。そして、ラジコで全国どこからでも聞けちゃいます、これからアイナック神戸みんなで応援していきましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。
少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。他にもやってほしい企画、質問などございましたらコメント欄の方まで待ってます。他にもいろんな動画ありますので見てみてください。ハブナイス。